1947年八蘇川豊は、明治大学公式野球部に在籍した野球選手。後に、同大学の監督を務めた、広島県出身。一風変わった横手投げ投手で、広島、広陵中学時代は、小川年安とバッテリーを組み1927年の夏の甲子園で準優勝。この大会初戦の鶴が商業戦で、 大会史上二人目のノーヒットノーランを達成。準決勝で延長14回を投げ抜く力投を見せたが、決勝戦では力尽き高松商業に敗れた。翌年も春、夏と連続して甲子園に出場したが、いずれも初戦敗退。卒業後、明治大学に進学。明大でも投手として活躍したが、1931年5月18日に、 八重川の県政急動作をめぐって応援団による暴行騒ぎとなった有名な八重川防空事件が起きてしまった。戦後の1946年秋、当時の混乱した世相から一番教師タイプで敵人と周りから押されて明大野球部監督に就任支部復活に尽力。この後、島岡義郎就任前の1951年に再び野球部監督を務めた。 ボーク事件の後、当時の明治、岡田玄三郎監督から余計なことを喋ってはいかんと止められて、合宿所の部屋に鍵をかけ新聞記者を避けていたが、ある日はしごをかけて部屋に入ってきた記者がいた。どうしてもあんたの話が聞きたいとしつこいので分かった。監督から許可が降りたら一番先にあんたに話すからとその場は引き取ってもらった。この記者が、 日韓スポーツの初代社長、秋山慶子で、約束通り最初に真相を話すと、秋山は喜び、これが縁で親しくなって八十川は、明治の監督を辞めた後、日韓スポーツで秋山と一緒に仕事をしたという。明治に入学した杉下茂を最初、背が高いからとファーストをさせていたが、監督だった八十川が、投資転校命令を出した。お前、下からも、 放れるのだったらば、上からと、下からと両方放れるように繊維と明じ杉下は、上からも中からも下からも吐くほど投げて肩を壊したという。しかしこの影響で、いろんな変化球が投げられるようになり、ある日、チームメイトの東谷夏希にナックルボールを教えていると、天地俊一監督がそれを見ていて、アメリカのピッチャーが投げていたフォークボールを思いつき、 お前の大きな手ならおフォークが投げられるんじゃないかと伝授されたのが杉下がフォークボールを投げ始めるきっかけだという。ありがとうございます。